どうもみなさん、こんにちは。ワトソンでございます。というわけで、ラストフロムビヨンド続きやっていきましょう。それでは、チャプター3、ミシラヌヒト。というわけで、前回、ああ、直だ。オーステロリッツ先生がまだ働いてるよ。あれの事務所は近いはずだ新たなたもき、オーステロリッツ先生のオフィスに行くと。というわけで、なんか、まあ、精神病っぽい主人公が、まあ、恋人を殴ってしまったので、 ま、その恋人に紹介されたのかな何かでこのオーステル・リッツ先生のところに行くと。しかし、この街は、ホテル・デザイア。やだな、リザイアってなんか。欲望とかそんな感じでしょ、デザイアって。まあ、望みとかそういう感じですけど。まあ、この街はね、直前で警察に止められていたんだけど、なぜかオーステル・リッツ先生の名前を出したら入れたと。ここは無理。変な音しなかった今。まあいいか。総理満室。あ、ホテル・デザイアね。いいよ、押してアイテム。 買えないけどあ,あ、鍵がどっかにあんのかなそれにしても、オーストラリ,リッチ先生、どこいんだこれは、また強い説で最も人気のない日本一だ。みんな、どこへ行ったんだ確かにな、一っ子一人いないし、そういう気配すらないんだよな。これは、おおなんか、イットみたいな、すごい怖いピエロだな。一応もらっておいた。フィギュア。ピエロのフィギュアはこの絵にまだ、これでけ書かれてます。6。6か。いわゆるコレクション要素か。 あんな集め何が嬉しいんだろうね。これか、オーストラリアチ先生。あ、パイプか。銃かと思った一瞬、ショットガンかなと思った。違うね。一人いない町。警察が封鎖されていたこの町には何があるんだこれは手配書あ、メッシング。行方不明のやつか。行方不明。この人は見ませんですかバリーは2020年の初めに行方不明になりました <laughs> 自分をクリストファーと呼んでるかもしれません。最後に設けた場所はブリークムアシティであり。 ああ連家族に連絡しました。バリーってなんか聞いたことある気がする。もうなんか前回の記憶あんまりないんだけど、恋人が言っていた男の名前バリーじゃなかったっけと思うけど違うこれはスカーレットカーにバる血の祭りリチャード・ E ・ブリー君は市長かああ。キャンドルをドアの外に送って夜のおに参加したいということになりますかあ、はあ、それが参加の証なんだね。犬の声はしたけども。 これ以外は何かかいいないのかローズフォープライベートイベントか、はあ、個人的な都合のため休みね。あ、事務所があるうわ、思ってりも大変そうだ。オーステルリッツか。はあ、開くあ、ちょっと待って、なんかあったけど。ムービー入っても開かないそう、もう今日はいなそうだな。うーん、電話してみるか。これは、はあ、ああ。 充電ないし、こっからが勝負だけどだいたいスマホって。ダメだ、ダメだ、あークソあー当たりが死んだ。それは、面白い伝統だな。それに、火災の日だ。あーオーストリア先生と連絡する方を見つける、これは。彼の電話番号はさっき通った場で交渉でも使えると。ーーはなるほどね。これの片割れが欲しいとか。どうしようかな。進んだってことは、何かが起こるうわ、犬の声にちょっとビクッてしてしまった。この上は、あ ピエロの人形。あと5個。全部集めたら何かあんのかな特殊な部ッも割れるみたいな。そういうわけじゃないし、さっきここ点滅した。あれこんな紙あったまあいいや。読んでみよう。どうぞ。常連客が家に入ったから。パブは閉めたわ。鍵はどっかにある。それがよく見えないか。最悪見つけることもできないなら、ここに入るにはよりすぎよ。推進。悲しそうな技術者が何人か電話を処理しきてきたわ。うん。 んーあの電話を使えるはずだ。ああ、鍵を見つけられたから言ってもねきっとね。E を押してアイテムをしよう。これ使えって話か。E を押してパイプを使う。ういー解決中、動いた。で、これで鍵使えばいい。レストランは閉まっている。電話がある唯一の場所だ。うわー嫌な雰囲気。あー、くそ。 なんてめちゃくちゃだ。僕の超を込みたいなこの妄章やめてほしいな。すごいなんかドクロの顔に見えるんだけど。嫌だなぁ、この雰囲気。今不法侵入してるこっちが悪いんだけどさ。え、これ。温床上はなんか赤いけどなんだこれ。この赤いのは何なんだろうな。あ、開けられないのか。え、上。ここに電話があるのあ、なんかある。マイナスドライバー、役に立つかもしれない。はは。マイナスドライバーもらったけども。 なんてこった。何あれ何あいつ ?100% 的じゃないあれは。味方なわけないよなあんな風貌して。勝手に入ったから怒った。え降りなきゃダメ降りなきゃダメっぽいな。これ降りたらいないとかそういうパターン。あ、ほらいないわ、やっぱり。もう一回植えてさすがにいないんだな。やっぱり、脅かし要素とは若干思ったけど、それはそれで嫌なんだよな。どっかにいるってことだろそいつじゃあ。マイナス、あ、ちょっと待ってよ。マイナスドライバー。 これ、マイナスドライバーで開けられるもしかしてあれか。さっきのなんかすごい足が長そうに見えたけどあれは何なんだなんか変な音する。カラン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 みたいな。ここをノックしてみる。うん、えっと、すいません。少し助け人で研究なんです。無理だな。スカーレットカーに笑ってもしかして血の祭りであいつに生贄を捧げるとかそういう話ここは。誰かに聞くかイエローソ、ローズだってはしないぞ。電話を使いたいんだ。 私のは充電がなくて、あそこにな。でも、入れないぞ。そう変態め。何ああ。俺とか僕の検索履歴を見たか。本当に不気味なことが起こってるみたいだ。やっぱろうそくを灯すことで何かそういう儀式になるのか。あ、ここは。無理か。みんなどこだあ、これは。三つ目のピーロくん。ここは。無理なのか。 唯一反応したのはあの人だけだな。まあでも、いるってことは分かったね。なんだこれトレジャー。マイナス、無理か。マイナスドライバーをゲットしたってことは、しかもあれだね。あそこの電灯チカチカしてないわ。ってことはやっぱ電灯は何かしらの意味があったんだろうな。ヒントだったかな。怖こ,これ。おう。閉められた。いるよな、これ。ええー、今いたやん。 閉めたってことは絶対いるやん。分かってるやん。一応ここに電話ボックスやんな。デイ<う>ニュース、電話が入る。悪いニュース、オースティルリックスの電話番号はわかんない。何に悪いニュースかけるためのコインがない。 はあ、あれとかあれ僕の車にその声の外があるはずだ。車で行けと、俺の車ってあっちだっけこっちだっけなんか見た目というか、テクスチだけにこっちっぽいよな。あこっちなんだ。トランクの後ろか。オープン。コイン。ハロソン夫人の次の注文。僕の人生で一番大事な電話のうだ。車からコイン回収。とりあえず、目標としては電話番号かとは。あ、開いたわ。ここなんかーい。これで開けられるんだい,い えー、入って大丈夫。さっきの化け物。ああ、電話番号だー。オーセロリッツ先生、心理アドバイス。私の助けがあなたの助けに。あはー、電話番号はゲッチュ。他なんかないの。鍵だな。あっ。かわいい。えー、っと、ここは空っぽすぎるって言ったああ、取り消す。さっきのやつだな。スカーレットってあれか。まさに赤い集団だな。おは、何これ。 マジでゾンビじゃん。あんなもん。やばいな。なんか、ブーツ履いてんのかな。あやったー。人形だ。おなんかあった。地獄からの音。ブリークマンのメインストリートの住民は、マンホーが光る不思議な音にふわもっている。うん。なるほどね。事件を追います。よくわからないものがあるんだね。ここは虫。まあでも、あいつらはなんか、一人じゃないんだな。いっぱいいるんだな。ええー、やっぱ、教団なのかね。とりあえず、電話をかけたいけど。 犬の声〜誰もいないことを祈るよいないっぽいかかけて後ろにいるとやめてまじでで話をコインレアコイン使っちゃったでこれを使うのかなオッケー出るのかなあ、葉っぱかもうなんだよさあ誰か出てくれこのクソコインだって価値があるんだおっでた医者のチャールズオーステルリツだよ えっと、こんにちは。今日予約があって、でも渋滞に巻き込まれて、消化した上、電話がれてしまいました。名前は、もちろん、ビクター・ホロウェイ。20分で取り掛かろう。あ、えっ、ー、と、実は、時間も遅いし、旅行などで、疲れているのです。街で部屋を取って、明日の朝、先生のオフィスに伺おうと思うのですが、いかがでしょう。バカを言うな。今夜来てください。すぐに治療を始めたいのです。 本当に朝まで待てないくらい緊急になのですか私は別に危険というわけでは明日は満席ですので今すぐにお越しください。会ってあなたの状態を見るのでとても興味があるのです。なんか怖いな。なんでそんなせかすんだあーえっ、ー、と僕はトラブルを起こさない。だからまた数日のうにリスケジュールするのはどうでしょう、うん ああ素晴らしい。明日、あ空いている時間を見つけました。どうして見逃したんだろう絶対嘘だな、これ。ええ、明日の朝にしましょう。1時,時ちょうどに、ここに来てください。祭では祭りをします。泊まれる部屋を見つけると言うけど、そうじゃなければ家に帰ります。微斯人さん、今日はラッキーな日だ。別の患者のために部屋を予約していたんだ。だが彼は気分が悪く、土壇場でキャンセルしなければならなかった。そこで夜を過ごせばいい。支払いはしてやる。 至れり尽くせり、だけど怪しい。えっ、ー、と、それは、なんて偶然んだ。あしかにそうです。それ以上、いいようがない。少なくとも今は、グレゴリー氏の不屈がいいことをしてくれました。うーん、ありがとう。とても助かります。もちろんです。ああ、ホテルのデスクでは、わらしの名前を伝えてください。明朝のメーティングの前に、他に知っておきたいことはありますか はい、というわけでね、本日はこの辺で終わりますか。次回はオーストリアにでねちょっと聞いたりとか、ホテルに泊まったりしましょうか。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。またね。